はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、銃の授業、銃の分類について基本編ということで、まあ、日頃ね、いつも実銃解説とか言ってね、銃の話いろいろしてるわけなんですが、あんまりその基礎的な部分、基本的な部分についてね、話す機会ってあんまりないなというふうに思ったので、まあ、最初からね、基礎的な部分から体系的にね、学問みたいに説明していきたいなというふうに思います。で、まあ、今回は銃の分類の基本的な部分ですね。で、まずですね、銃っていうのは分類なんですが、簡単に言うと、二分できます。たった二つに分類することもできるっていう、まあ、そんな感じで、まず基本的に片手でも撃てる、ハンドガン、拳銃ですね。片手でも撃てるっていうのがポイントで、片手でも撃てるからといって、両手でもちゃんと撃てます。両手で構えて撃つことの方も多いですよね。まあ、こんな感じの拳銃、片手でも撃てる拳銃とロングガンですね。基本的に両手で構えるロングガン。まあ、こういうライフルだったりとか、まあ、ショットガン。まあ、こういうロングガン。まあ、日本語でいうところの長物。まあ、この二つに二分されます。たった二分っていう、まあ、そんな感じですね。まあ、この二分から始まって、で、ハンドガンの流れって話になるんですが、ハンドガンにはですね、リボルバーとオートマチックがあります。リボルバーっていうのはこういうね、回転式の弾倉を持つもので、日本のおまわりさんとかは十中八九リボルバーですね。こんな感じでくるくるこのパーツが回ります。これが、弾倉、弾が入っているところで、実際撃つときはこうやって、くる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 回転しながら撃っていくよという。まあそんな感じの古めかしいというかね、クラシックなリボルバーもあれば、まあ、オートマチック。リボルバーよりは新しく出てきているオートマチック。なんならね、軍用のハンドガンは大体こっちですね。今時ね。まあこんな感じのオートマチックピストルは、中身が、よこしょ、ちょっと待ってね。箱型弾倉が入ってます。ここに箱が入ってて、まあこんな感じの箱ですよ。ガチャっとね。まあこういう箱型弾倉で球弾し、オートマチック、オートマチック言ってますが、何がどうオートマチックなんだって話になりますけど、まあ要はバーンと撃った後に、まあ、いろんなね、力、まあ、反動だったりとかね、こういうバネのガチャガチャの力で、まあ、自動的に新しい弾がここから抜かれて、球弾されるよっていう、シリンダーをね、くるくる自分のね、なんていうんですかね、人の力で回したりとかなんだりしなくても、自動的に球弾してくれる。だから、オートマチックなんですね。オートマチックピストルがあったりします。まあ、なんていうんですかね、ハンドガンはね、まあ、簡単です。リボルバーかオートマチックかに基本的に分かれるので、まあまあまあ、簡単っちゃ簡単なのかなというふうに思います。それに対してロングガンの方がちょっとややこしくて、まあ、大別するとね、ライフル、まあこういうライフル銃と、まあショットガンに分かれるんですが、まあ三段銃ですね。まあこんな感じなんですが、その他の銃っていうのもあります。それに分類できないマシンガンとか、サブマシンガンみたいに微妙なやつとかもあります。まあその他っていうのはね、まあそんなに説明しないです。まだね。で、ライフルはじゃあ何なのかって話になりますが、ライフルっていうのは一発の弾を撃ち出す銃で、銃身にライフリングがあるものっていうのが、まあ一応の説明なんですが、まあ、重心にライフリングが掘ってあるっていうのはね、まあ、大体の銃掘ってあるよっていうね、ショットガン以外掘ってあるわっていう話になるので、サムマシンガンだってハンドガンだって掘ってあります。で、まあ、これがライフルなんですが、ここに本当はね、こう、螺旋状っていうか、もっと斜めの溝みたいなのがね、くる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 って掘ってあるよっていう、まあ、そういうことですね。で、使うのがライフルの実砲ってことになりますが、基本的にはね、よっこいしょ。これがですね、困ったことにね、バーンと撃つんですが、ここがすっ飛んできます。この先っちょのとんがりコーンみたいなのがね、すっ飛んでくんですが、そのすっ飛んでく、ここの加速されるアニメーションみたいなのないっていうね。まあ、あるやつもあるんですが、まあ、ポンポンって消えるよっていう。まあ、要はこの先端だけがすっ飛んでくっていう。まあ、この一粒の、まあ、とんがりコーンみたいなのがすっ飛んでって、まあ、敵に当たったり当たんなかったりなんだりかんだりするというのがライフル銃になります。で、それに対して、ショットガンってことになりますが、ショットガンはね、使う弾自体が根本からして違います。まあ、三弾とかも撃てる銃ですし、まあ、なんていうんですかね、ショットシェル。三弾のね、装弾ってやつですね。装弾を使うのがこじつですね。全然違うじゃないですか。なんかさっきのなんかロケット鉛筆みたいなね、形の弾だったんですけど、こっちはなんか、電池円柱状のね、まあ、なんか電池みたいなやつですね。ショットシェルですけど。で、ボーンとなって、まあ、ここが開いて、この中に詰まっていた、ここの中に詰まっていた三弾とかね、一粒の塊、スラグとかが突っ飛んでいくよという、まあ、そんな感じです。で、基本的にですね、ライフリングは掘ってありません。ここは、ただの筒なんですが、ライフリングが掘ってあるやつもあります。なんていうんですかね、スラグでしか使わないとか、まあ、そういうね、ショットガンとかだと、まあ、ライフリングがバーっと掘ってあったりとかもするんですが、日本の場合ですね、ライフリングが全部掘ってあると、ライフル銃という扱いになってしまうので、ハーフライフルっていう意味わかんない制度があります。ハーフライフルっていうのは 50% しか、なんていうんですかね、ライフリングが掘れないっていう意味わかんない。意味わかんないと思うんですが、まあそういう日本の謎ルールもあります。で、まあここまでがすごい基礎的な部分なんですけど、まあ、要はハンドガンがあって、まあ、ロングガンがあって、ハンドガンは、リボルバーとオートマチックに分けて、で、そして、ライフルと、ライフルどこだ?ライフルとショットガンに分かれるっていうのが基礎的な部分なんですが、マシンガンとサブマシンガンっていうカテゴリーもあります。マシンガンはですね、
時々マシンガンとね、アサルトライフル混同する人もいますが、マシンガンとライフル、マシンガンとライフル銃っていうか、まあフロートで撃てるライフル何が違うかっていうと、こいつは、もうなんていうのかな。バーっとね、もうフロートで撃つことを最初から前提とした銃です。要は、ニュアンスが違うんですね。中身の構造も結構違ったりとかすることが多いんですが、なんていうのかな。フロートで連射することを前提としてるのか、フロートで連射することもできるのか。まあ、要はアサルトライフルみたいにババババババッとね、連射できるけど、それは最初から連射することを想定してるわけじゃなくて、連射もできるよっていうオプションなんですね、あくまでね、ニュアンス的には。だから、その連射に対してどれぐらい耐えられるかとか、そういう部分も違うので、連射することを最初から想定してるとマシンガンっていう言い方になります。で、サブマシンガンっていうのもあります。サブマシンガンっていうのは拳銃弾を連射することを前提とした銃ですね。マシンガンは基本的にライフル弾をババババババーとね、こう連射してるんですが、こっちはね、拳銃の弾です。拳銃の弾なので、よくいしょ。よいしょ。まあ、こんな感じで、ちっちゃいですね、拳銃の弾だからね、相対的に見ると。まあ、こんなもんです。で、これを、まあ、フロートでバババババッと撃ってるという感じでね、サブマシンガンはでもね、拳銃に分類されることもあって、ちょっとややこしいんですね。なんでかっていうと、このストックとかがね、取り外せたりとかして、まあ、なんていうのかな、中途半端なんですよね。この MP だって、マシーネンピストーレって言って、機関拳銃から来てる部分ですし、まあ、なんていうのかな、ちょっと微妙です。その微妙な話っていうのは、まあ、この動画ではそんなしないですね。ややこしいから。で、まあ、ここまでのね、説明だと、まあ、ものすごく簡単そうに見えると思うんですね。まあ、簡単そうっちゃ、まあ、そもそも簡単に説明してるんで簡単なんですが、だが、しかしですね、実際は、ライフルの中でもすごくややこしくて、アサルトライフルとか、バトルライフル、カービン、スナイパーライフルとか、まあ、いろいろ細かく分かれていきますし、この M14 だって、アサルトライフルに分類することもありますが、バトルライフルに分類することもありますし、ややこしいですよね。で、ショットガンも、メカによってね、こういうポンアク、スライド式三段銃って言い方になるか、それとも元折れ式のね、まあ、水平二連とか、まあ、元折れ式っていうのは、要は、ここからポキッと折れるんですね。まあ、そういう、なんていうのかな、メカによっていろいろ、まあ、こういう部分を、まあ、パキッと折ってね、まあ、弾を入れたりとかなんだりするのかっていう、まあ、そういう、その銃の形式によってもいろいろ分かれていくので、まあ、同じカテゴリー、まあ、ショットガンでも、いろいろとごちゃごちゃしていくよっていう、まあ、そんな感じです。で、さらにですね、人を困らせるのが、まあ、例えばこのステアの AUG のね、アウグ君の A1 のカービンとかですね、まあ、これカービンじゃないバレルついてる気がしますが、こうカービンのバレルもあって、まあ、大きいカテゴリーで言うと、まあ、ライフル銃ってことになると思うんですが、アサルトライフルにも、ブルバップの銃にも、カービンにも分類されるので、まあ、要はベンズ懐かしいですね。ベンズ的に説明すると3つの円が重なっているっていう、まあそういう感じの銃もあって、まあそのもっとベンズをね、いろいろ見てみると、この円がね、かなり複雑に絡み合うので、まあだからその理解するのにいろいろ困難がありますし、まあさらにこれを困らせるのがですね、アメリカの法的な銃の分類だと、まあ、どう見てもね、カービン銃とか、まあ、サブマシンガンっていうものに分類されるだろうっていう銃でも、まあ、ピストルというね、扱いになっていたりとか、サブマシンガンでも、まあ、こういう MP5 みたいなね、サブマシンガンでも、セミオートに限定してバレルを長くすればライフルとして所持できたりとかするので、まあ、そういうね、アメリカの法的な分類っていうのもね、理解しようという話になると、まあ、かなりややこしくなってくるっていうのがね、銃のカテゴリーというかね、分類の話になってきます。あとはね、グレランとかもね、あるので、まあ、そこら辺はま、別としても、ま、いろいろ本当に細かいこういうね、分け方もありますし、この分け方だけがまた全てでもないっていうところがね、まあ、結構ややこしいかなというふうに思います。まあ、何はともにね、基本的な部分では、今回説明した、ハンドガンとロングガン。ロングガンには、ライフルとショットガンがあって、マシンガンとサブマシンガンがあるということで、まあ、なんとなくご理解いただけたかなというふうに思います。はい。というわけでね、今回この動画ね、いかがだったでしょうか、この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。